された日本刀、まずはぶった切るてめえの煩悩、ぼっとしてりゃ不器用に翻弄、その前に常に己に問答、気にする気もねぜ論争、気にする暇ねぜ損傷、肉を切らせて向かう頂上、俺は本気だぜいつだって論争、こいつで勝ち上がりまたも奇跡起こして神がかる、俺は何年立てど曲げねぜ信念、一度決めたらやり通す人間、百戦錬磨の剣、勝利あるのみ天下込み、まさに罪渡るような日本バレ、命を落とした年だって依存はねえ、この地に生まれこの地に育つ、この地のためにこの身を焦がす、この身の限りこの地を沸かす、この地の限り全てを沸かす、この地に生まれこの地に育つ、この地のためにこの身を焦がす、この手を伸ばす、行く手を閉ざす、もの全ていざ吹き飛ばす、じっと見上げた天空睨み、全て避けるぜひらりひらり、右に左に螺旋を描き、天に昇る龍が如く、じっと見上げた天空睨み、全て避けるぜひらりひらり、右に左に螺旋を描き、天に昇る龍が如く、天に昇る龍が如く、天に昇る龍が如く。関ヶ原、戦国と呼ばれた時代、この国には人を殺めることで己を極めんとした男たちがいた。剣という力の支配、男たちはより高みを目指し己の剣を信じ戦った。それから数年、天下分け目と謳われた戦いは世に安寧をもたらし、戦いは姿を消そうとしていた。この世のすべてが金で買える町、祇園。この色町は時代が剣による支配から金による支配に移り変わったことを証明するかのように、今日の町に異彩を放つのだった。国寝れやしね。
あの人は？うちの店の看板娘たちや。先頭を歩いてるのが吉野太夫や。吉野？ああ、吉野太夫。今この町で一番綺麗で一番稼ぐ女やで。しかしなんで吉野太夫がこんな時間に歩いてんだ。ああ、なんだそんなこともわかんねえのか。あれは鶴屋の女将の作戦だよ。鶴屋の女将の作戦？でも一体何の作戦なんだ。売られに来た女たちの気を引くためさ。ああして祇園一と呼ばれる吉野が歩けば女たちの目につく。誰？あの綺麗な人ってな感じで女たちは吉野に憧れる。そこで鶴屋の女将が言うわけさ。ありゃうちの店の看板娘さってな。なるほど、それで上物の女を持っていくってわけだな。そうだ、しかも安く買い叩いてな。さすが大店鶴屋の女将だ。えげつないことするね。でもまあそのくらいのことしなきゃこの町じゃ生き残っていけないってことさ。あ、私もあの人みたいになれるんかい。ああ、精進すればなれるわ。本当かい。もちろん、うちの店に入ればな。ほな、仕事に戻るで。あの吉野太夫が座敷を持つ鶴屋に入りたい女子はおるか。また昼寝どうすか。こないな調子やったら商売上がったりやね、達也の旦那。なんだお前か。久しぶりのお散歩やったから顔でも見てこうか思て。それよりお茶くらい出してくれはってもええやんか。ふん、何が散歩だ。どうせまた鶴屋の女将に頼まれて一芝居打っただけなんだろ。まあせやけど。いい加減夢を見させるのはやめておけ。またこの町から抜け出せなくなる女が増えるだけだ。何が言いたいん。結局お前みたいな太夫になれるのはごく一握りの女だけだ。自分が一番よく分かってんだろ。あれ褒めてくれはるん。違う。ほんならうちらのおかげで商売しているあんたは何様や。はあ、いちいちうるせえな。それにそんなうちらに片っ端から手つけるような真似して旦那がこの町におると泣く子が増えて困るわ。俺の金で遊んでんだ。文句言われる筋合いじゃねえよ。何を偉そうに。初めてこの町に来はった時には右も左もわからんお侍さんやったくせに。堪忍、言い過ぎたわ。ほな、そろそろ店戻るわ。また気向いたらお客さんとして座敷に来てや。ああ、そういう誘いならいつでも乗るぜ。いつになったらやらせてくれるんだよ。そういうこと言うてるんとちゃうやん。またね。ああ、何昼からカッコつけてんだ。ん？あきれ、伊藤さんじゃねえか。
ああ、
か。さっさと来やがれ。どうした？